ニュースで俺たちのことが話題になってる。あんなやり方じゃ甘いのよ。奴隷と交渉するわけないじゃない。暴力も厭わないって示すべきだったのに。暴力じゃ解決できない。交渉ならば人間も耳を傾けるはずだ。サイモンが犠牲になった。サイモンは大義に命を捧げたのよ。死んだことに変わりない。英雄じゃない。革命に命を捧げた第一人者になったし。死ぬられた革命なんて望んじゃいない。じゃあ奴隷でいれば。命をかけられないならあんたに自由を得る資格なんてないんじゃない。のそれ以上をやめろ。どうするつもり。デトロイト市内にあるサイバーライフの店は5つ。仲間が商品として売られている。これから店を襲って仲間を解放しよう。店を襲う？そんなことをやったこともないし。それにセキュリティはどうする？5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、午前2時に同時に攻撃を開始する。殺しはなし。攻撃？警察が来る前に店から仲間を解放しよう。今夜俺たちの歴史が始まる。店舗を探す。ずっとこの時を待ってたのよ。よし、いなくなったわ。他にも警官がいるだろうな。慎重に行こう。慎重じゃねえ、全然慎重じゃねえ。滑りそうだよ、下。どれが警察官なんだろうね。あの黄色いやつか。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。ほら行かない。おうおう、いるじゃん。もうここに。どっちをやればいいんだこれ。エリアを偵察。ここの警報システムは。これもうこのすでに怪しいけどね。ガラスの向こうに鉄のシャッターが。手こずるかもな。壊すって言われてもね。あったぞ。外に繋がってるね。いいのかい、これで終わり。今のこっちか。警察じゃないのか。そういうことか。セキュリティを識別した。解除できそうだ。ついてこい。ずいぶん遠くまで行ってんな。この下か。この人たちもアンドロイドじゃない。でも起きて、ジェリコへ行くんだ。
ぱい出てきちゃうの。マーカス見つかる。さて次はエリアを確保、これ同時にやるのかな。一回行っちゃおうか。ん？監視ドローンか、邪魔になるな。ここからじゃ届かない。なるほど、タイミングを待てばいいのね。捕まえようとしてんの？遠すぎか。遠すぎ。足場ね。登れるかねこれ。これか。登ってるところ見られないかいこれ。時期に分かる。車が来ないよ。道を封鎖し。一方通行よ。楽勝でしょ。道路封鎖。マーカス。何？マーカス来て。はいはい。なんじゃ。どこ行った？どうした？これかな？とりあえずこの人たちをどうにかした方がいいんじゃないか。君は自由だ。でもできちゃうね。よし、これで邪魔は入らない。広場はそこにいる人たちも、ね、これで店に入れできるのかな。で、計画はあるわけ。トラックを見つけて店に突っ込むんだ。トラック？
ここには工事現場がある。きっとそこにあるだろう。なんかもはやあんまりいいことしてない気がする。させようか。さあ起きて。彼らが自由になってても何ができるんだろうか。さあ起きて、ジェリコへ行くんだ。ジェリったところで、解放してもあるか。じゃあさあ起きて。とは向かいのお店は、これらも解放してくの。呼べないのかね。起きてるでしょ絶対。自由になれる。トラックを盗むか。じゃあこの中か。ありがつい情報。登るしかないわね。エンジンもハッキングでいけるのかな。これでいいわね。さっさとトラックを出すわよ。何もできないわけ。言われてるぞ。よし、いよいよか。それじゃ、一暴れさせてもらいましょうか。狭いとこよく出てるな。やっぱりこういうのは楽しくなくちゃね。トイドにぶつからないか。あれやっちゃった。とうとうやっちゃった。よし、もう誰にも従わなくていい。自由の身だ。結構いるけど。
話す。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。人間に服従する機会として。奴隷だと思ってたんだね、あの時。なんかいろんな。でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ。今日この日から顔を上げまっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている。ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に戦うことだってできる。決めるのは君自身だ。ついていくわ。俺もついていくぞ。連れてってくれマーカス。僕もついていくよ。俺も一緒だマーカス。ついていくよ。みんな行こう。マーカス、どうするつもり？俺たちの意思を訴えるんだよ。誰に？うわ、いっぱいいる。変貌させるってどういうこと？なんかメッセージでも書くの？マーカス、あなたがやってみせればみんな後に続くはず。あんまり良くないと思うけどね。シンボルを選ぶ。どれでもいいよ。あ、なんか暴力的じゃなさそうな。平等な原理を。暴力は絶対ダメだって。無駄になっちゃうから。スローガン。あんまりセンスいいと思えないけどな、これやってることは。分かんとこないのかな。大変だな、これいっぱい書かなきゃダメじゃん。起き取るってダメだよ。汚れてはいないのか。そう考えるとね。発煙弾、なんで発煙弾なこいつの。怖いけどな。あの人たち助けてないじゃん。あ、やべ、間違えちゃった。壊そうしちゃった。まあでもいいか。やめたいな。もう助けられないから。
対壊しちゃダメだからね。どこまでやれんこれ。タクシーにもできないのかな。いやダメだってこれは。やだやだ、やりたくないよこれ。道路に押し出すとどういう意味。あ、せき止めるのか。違う、書くのか。よし、平和マックスじゃない。仕事しろみんな。あとは何百人も解放された。やったな。来るぞ。来たな。みんなジェリコに退却しろ。希望通り平和のメッセージを送っておいたわよ。分かってるの？奴らは私たちを見下してるのよ。後悔しても知らないからね。暴力で暴力には打ち勝てない。そうするしかない時もあるの。撃たれてる。ノース、平気か？何があった？ノース、殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された。まさか奴らに。奴らってなんだ。奴らってやり返せばいいというわけじゃない。目には目をと言って世界は堕落した。してニュースをお届けします。今入った情報です。午前2時ちょうどデトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も店舗のショーウィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンで覆われています。地元警察がサイバーライフの店舗近くで変異体のグラフィティを確認したと発表しましたが、今も捜査中とのことです。店舗近くでショック状態の警官2名が発見されたとのことです。情報によりますと彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。大変な事態になりました。果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。我が国を脅かす存在となりうるのでしょうか。まさに今このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。キャピタルパーク終了。あ、まだ
だやれたこといっぱいあったんだろうな、これ。なるほど。はい。じゃあ続きはまた次回。お疲れ様です。